日の特別ゲストにご登場いただきたいと思います。本日モナコ在住のソプラノ歌手のゆかこコスト平森さんをお呼びしております。平森さん、よろしくお願いします。どうぞ皆さん拍手をお迎えください。それでは平森さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。クストさん、平森さんは武蔵野音楽大学音楽学部声楽学科の卒業、機械オペラスタジオ第45期マスタークラス専業、野村国際文化財団より文化芸術文化助成を受け、イタリア留学し2007年よりモナコ在住、日本とモナコをはじめイタリア、フランス、レバノンなど世界各地で公演を行いご活躍されていらっしゃいます。また7歳のお嬢様のお母さんでもあります。それでは平森さんにもちょっといくつかご質問してみたいと思うんですけれども、ちょっと失礼いたします。平森さん、今回はモナコ少年合唱団との共演が初めてということなんですけど、今どんなお気持ちですか？はい、モナコ少年合唱団、とても歴史のある合唱団で、私はモナコに住んで10年になりますが、もっともっともう歴史の長い、合唱団たちと合唱団とこうやって歌えることをとても誇りに思っております。ありがとうございます。それでは平森さん、モナコにお住まいということなんですけれども、モナコはどんなところでしょうか？そうですね、先ほど岩本さんがもうご説明されたと思いますが、3キロしかないとても小さな国ですが、凝縮しておりまして、全てのものが揃っております。そして私、娘もいるんですけれども、子供たちにとってもとても安全な国でして、そういう意味ではありがたいと思っております。そして私、イタリアにも住んでおりましたが、イタリア人もたくさん住んでいて、イタリア語、フランス語、英語、全てミックスされて、とても国際的なインターナショナルな国です。では最後にモナコのおすすめスポットなど、これからもしかしてモナコに行かれる旅行者の方にあれば教えていただけますか？そうですね、カジノはもう皆さんご存知だと思いますが、それではなくて、海水浴場があるんですけれども、そちらに行かれるととってもいいと思います。またモナコの、その印象、 F1 とカジノ以外の印象がありまして、砂浜もありますので、そちらに行ってモナコの海で泳いだことがあると言えるようになると思うので、ぜひ海水浴場に行っていただきたいです。ありがとうございました。それではですね、本日2曲ご一緒に歌っていただきますけれども、曲目をご紹介させていただきます。1曲目はフランク作天使の盾、そして2曲目は映画成長のアリアよりロンビ作故郷を夢見てです。ではどうぞよろしくお願いします。